脳トレひらがなシャッフルクイズ。制限時間は30秒、問題は10問、最後におまけ問題があります。第1問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えは焼き芋でした。第2問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えは筆箱でした。第3問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えはイヤリングでした。第4問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えは道順でした。第5問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えは温度計でした。第6問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えはランドセルでした。第7問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。
答えはフローリングでした。第8問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えはお化け屋敷でした。第9問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えは透明人間でした。第10問、文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えはブラックベリーでした。最後におまけの問題です。文字を並び替えて正しい言葉を考えてみましょう。答えはドラゴンフルーツでした。高評価よろしくお願いします。他のクイズにも挑戦してみてくださいね。